干渉されるということでしたので、失礼します。できるひとときをひろみボイス。さてと、今日も最後のお客様を待つだけになりました。天然由来の柔軟剤は優しい香り、ほっとするよね。タオルケットも新調して、すっごい柔らかい。これをかけたらふーってね、力抜けるかなと思って海外から取り寄せたやつね。よし、今日も気持ち弱くなってもらいたいな。技術講習を受けてかなりレベルがアップしたと思うから、気に入っていただけるといいなと思います。さてと、今日の手順をしっかりとチェックして、今日は委託のね、先の患者さんということだから、ちょっとヒアリング最初にして、楽しみだな。いらっしゃったかな。こんばんは、どうぞお入りください。こんばんは、はじめまして、どうぞおかけください。本日はお越しくださいまして誠にありがとうございます。私はこちらのサロンの店長を務めておりますひろみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。では念のためですね、ご予約いただいたお名前をフルネームでお聞かせいただけますか。はい、ありがとうございます。今日は目の洗浄とマッサージのご予約でお間違いないでしょうか。はい、ありがとうございます。当サロンがですね、ひろみボイスクリニックと提携をしておりまして、はい、昨年の後半ぐらいからですね、目の洗浄のお客様を弊社の方で受けたまわることになっております。はい、でお客様は2023年の4月17日ですよね、最初にクリニックの方で目の洗浄されたということですよね。はい、その時何かこう、その後ちょっとご状態が良くなかったこととか、何かこう体の変化とかありましたか。あ、そうですか。大体1週間後ぐらいから。あ、そうですか。それは良かったです。はい、良かったです。だいぶすっきりとね、目だけではなくて頭や心も晴れやかになられたということで良かったです。はい、で昨年からですね、約1年ほど経ちますけれども、最近のご状態はいかがですか。はいはいはい、ちょっとこうかゆいというような、はい、かゆみとか重さですか。ちょっと起きるときに目も体もちょっと重たいなっていう感じですかね。なるほど、目もちょっと乾きやすい感じですかね。ドライアイの、はい、ではないけれども、多分そうかなって。なるほど、病院には行くほどではないけれどもっていうところですね。
そうですね。お薬だとどうしても日中に来ますよね。ぼーっとしてしまったりね。そうですね。弊社もですね、クリニックさんもですね、提携した背景としてはやはり本当にお薬をもらわないと体調が良くならないという方ももちろんいらっしゃるんですけれども、その一歩手前の未病の方という方も非常に多くて、そういった方のケアをさせていただく、はい、そういうクリニックとこういったサロンをうまく使っていただくことによって、今の自分の状態に合った処方を様々な形で選択ができるようになったらいいなっていうですね、ちょっと未来を院長と私と思い描いていて、ちょっとビジョンが合致したので提携させていただいているんですけれども、クリニックの院長さんからはですね、まだそこまで病気ということではないので、こういった洗浄とかマッサージとか、あとは深く眠ることでご自身の自然治癒力を高めたりですとか、今回は目についたゴミやアレルギーや花粉なんかをきれいに落とすことによって日々快適に過ごせるようにしましょうというものになっております。はい、なので今日はちょっとぼーっとしたりとか、体も疲れているので朝起きるときに目が開かないとか、体や目が重たいとか、いろいろと症状が出ておりますけれども、そういったものを軽くするようなコースをご用意しておりますので、早速始めていきましょう。はい、よろしくお願いします。そうしましたら、後ろのベッドにですね、仰向けの状態で寝ていただけますか？はい、お願いします。失礼いたします。ではお体にですね、ふわふわのタオルケットをおかけしますね。とても気持ちがいいと思います。失礼します。頭にもタオル巻きますね。くしで髪の毛をどきます。頭皮がね、刺激されて気持ちいいと思います。ね、これは特殊なゴムなんです。頭を少し上げていただいていいですか？ありがとうございます。下ろしていただいて大丈夫です。じゃあすいません、もう一度少しだけ上げていただいて、はい、ありがとうございます。しませんか？はい、では私の手ももう一度消毒をさせていただいて、次にお客様の目も消毒させていただきますね。そうしましたら、まずですね、オキシドールでしっかりと目を消毒していきます。感染症のですね、予防のために行います。失礼します。少し冷たくなります。ちょっと頑張ってくださいね。
ます。それではですね、まず目の中の掃除をします。目についているゴミや花粉や汚れ、そういったものを、取っていきますね。ライトをつけますけれども、そんなに眩しくはないかと思います。失礼します。失礼します。
てブラシを使って汚れをはたいていきます。失礼します。次にセロハンテープを使って目の中のですね、細かいホコリまでしっかりと取っていきたいと思います。失礼します。からお顔も含めて、目のクレンジングをしていきたいと思います。全体にも塗っていきます。乳化させます。
精製水をですね、吹きかけて落としていきます。ではコットンで拭き取ります。失礼いたします。しっかりと拭き取りますね。顔に化粧水とクリームを塗っていきます。失礼します。今度は泡で目の中を洗浄していきます。失礼します。早くやりますね。反対回も失礼します。
ですね、たっぷりと水分を含んだガーゼで拭き取っていきます。失礼します。綺麗になりましたね。では続いてスクラブ洗顔です。こちらのですねスクラブは中にお塩が入っていて、かつですね少し時間を置くと泡洗浄のようになります。ここには酵素も入っていて、目の中を刺激しながら筋肉をほぐしながら汚れを浮かして取ってくれるという優れものです。こちらも歯ブラシにつけて少し磨きながらですねつけていきます。とても気持ちがいいですよ。失礼します。少しパチパチというような音が聞こえてきたかと思います。これが酵素です。少し時間を置いて汚れをしっかりと浮き上がらせます。目を閉じていただいても大丈夫ですので少しお待ちください。
反対側も同様に行っていきます。
保湿に入っていきます。まずは目が乾燥されるということでしたので、保水力の高いですね、ジェルを塗っていきます。広めに塗りますね。じゃあ眼球全体をほぐすように塗り込んでいきます。美容液を入れていきます。目も日頃たくさんの刺激を受けて疲労しています。また紫外線も浴びて、シミの予防群がたくさんあります。そういったものを受けると目の老化が進んでしまいますので、そういったものを、遅くさせるためにもですね、ビタミン C を投入したいと思います。ですね、フレッシュなレモンを絞ったものになります。こちらを直接かけていきますね。ちょっとびっくりするかもしれないですけど、とっても目が爽やかになりますので、楽しんでいただければと思います。失礼いたします。馴染ませますね。
タミン C が浸透するようにしっかりと強くまばたきをしてください。10秒数えますよ。では最後にオイルマッサージをしていきます。します。まあ、弾力チェックをしますね。静圧します。
が戻ってきましたね。はい、ではですね、ゆっくりと目を閉じて、ゆっくりと目を開いてみてください。視界はよく見えてますか？よかったです。そうしましたら、お目目のですね、中の美容液とかいろいろなものが今うまく働いていますので、そのままですね、しばらく目を閉じて鎮静させたいと思います。ゆっくりと目を閉じておやすみなさいませ。